当たり玉と外れ玉で構成される集団から標本を無作為抽出する装置無作為抽出やランダムサンプリングとはある集団から標本を無作為に抽出する行為のことである。日本工業企画では無作為標本の項で無作為な選択方法によって選んだ標本と定義している。カードゲームやボードゲームなどのアナロングゲームにおける無作為抽出で 使用される多面台座り橋で自作した抽選器。精度の低い抽選器を使うと、無作為性が低い抽出となるその名の通り、ある集団から要素を抽出するのに、作為的な手順を使わないことが特徴である。そのため、無作為抽出法によるサンプリングを行うと、集団のすべての要素が同じ確率で抽出されることになる。標本調査における標本の抽出法には、 全体から無作為に抽出する無作為抽出の他に全体から作為的に抽出する有意抽出がある。例えばクラスの掃除当番を選ぶ場合出席簿から9時で無作為に抽出した出席番号の生徒を掃除当番に任命するのが無作為抽出で先生が気に入ったやつを掃除当番に任命するのが有意抽出である。無作為抽出の方が 客観的な公平性が担保でき、段ボールで自作したルーレットや印刷に失敗したプリント用紙の裏紙で自作した抽選箱など、割と簡単に道具を作れるので、民間でも割とカジュアルに行われている。仮に、無作為抽出と称していても、客観的な無作為性が担保できない場合、例えば、出席簿でたまたま目についたやつを何名か、 無作為に掃除当番に任命するなどは、先生が気に入ったやつを優位抽出している。可能性が客観的に排除できないので、無作為抽出ではない。統計調査にも使われる。割り箸で自作したので特定の番号のものが、いつもささくれで引っかかる抽選機などの精度の低い、乱数発生機を使用したことによる、無作為性の低さは、掃除当番を選ぶなどの場合は単に、 くじ運が悪いとして我慢してもらえば、問題にならないものの、統計調査などの学術的調査では、標本誤差の元となるので、問題となる。有意抽出や、無作為性の低い無作為抽出では、正確な統計調査にならない。なので、統計調査として行われる、標本調査では、有意抽出ではなく、必ず無作為抽出が使われる。また、 人力で調査を行うことによるコストや労力との兼ね合いを取りながら、なるべく無作為性が高くなるように様々な手法が工夫されている。工業製品の抜き取り検査でも、無作為性が低いと不良品の率が正確にわからず、自社検査に一発したのに、出荷先の検査で段ボールの底の方から不良品が大量に見つかって、会社の信用がピンチになるので、たとえコストがかかっても、 無作為性を確保することは重要である。特に倉庫や段ボールの奥の方に積まれたものを検査するのがマンパワー的に難しく完全な無作為抽出をせずに上の方だけ適当に検査することがあるので製品全体の無作為抽出が楽にできるような工夫が必要である。カードゲームなどのテーブルゲームでも無作為抽出であることは重要である。 ゲームで無作為抽出のように見せかけて自分の欲しい手札を引くイカ様というテクニックがある。アナログのゲームにおける無作為抽出はコンピューターゲームとは違ってコンピューターを使った無作為抽出を行わずすべて人力で行うことが特徴なのでその分イカ様がしやすいが絶対に言ってはいけない。手品でも種も仕掛けもない無作為抽出であることが 強調されるが、実は種も仕掛けも仕込まれているので無作為抽出ではない。乱数生成器、麻雀パイを人間の手でランダマイズ、ランダマイザーと標本抽出枠直接、ある集団のすべての要素を無作為に配列し、そこから任意の要素を抽出する方法と、まず、ある集団のすべての要素で構成される任意の配列のリストを作り、 標本抽出枠のそれぞれの要素に連番を振り、乱数生成器で無作為な乱数を生成し、出てきた乱数と同じ番号が振られた要素を標本として標本抽出枠から抽出する方法がある。例えばトランプや抽選機ではランダマイズされたものから任意のカードやボールを引くことによって無作為抽出が行われる。トランプではシャッフル、抽選機では回転によって ランダマイズが行われる。一方、統計調査などで人間を無作為抽出する場合は、複数人の人間をまとめてシャッフルできる巨大生物でもない限り、まず調査対象となったある集団のすべての人間がリストアップされて連番が振られた標本抽出枠を作って、そこから乱数発生器で乱数を生成して、要素を無作為に選んで抽出する方法が使われる。 コンピューターやサイコロなど要素を無作為に配列したり乱数を発生させたりする装置のことを乱数生成器という。カードやボールを人間が自分の手で直接ランダマイズして抽出する場合もあるがカードやボールをランダマイズせずにあくまで標本抽出枠として使いサイコロやルーレットなどのランダマイザーで生成した数字をもとに抽出することも多い。 テーブルトーク RPG や、ボードゲームで、プレイヤーや次のアクションなどを無作為抽出する場合は、ランダマイザーとして、多面ダイスという特殊なサイコロが使われることがある。身近なランダマイザーとしては、コイントスがあり、ボードゲームではかなり使われるが、0と1しか生成できないので、標本調査や抜き取り検査では普通は使わない。標本調査や抜き取り検査での無作為抽出における、 ランダマイズはコンピューターを使うのが普通だが、コンピューターを使わない、ボードゲームではアナログのランダマイザーを使うのが普通である。現代では100円ショップでランダマイザーが購入できる。ほか、ホビーショップでもテーブルトーク RPG 用の様々な多面ダイスが安価に購入できる。抽選機や全自動マージャンなど、ランダマイザーが無作為抽出におけるランダマイズから、 抽出までの一連の作業を同時に行ってくれる場合もある。被復元抽出と復元抽出無作為抽出を何度か繰り返して行う場合、すでに抽出された要素を母集団から除外して無作為抽出を行う被復元抽出と抽出された要素を除外せずに再び母集団に戻して無作為抽出を行う復元抽出がある。 例えばクラスの生徒から掃除当番を決める無作為抽出において復元抽出を行った場合同じ人が何度も繰り返して掃除当番に選ばれる可能性があり不都合が生じるのでなるべく非復元抽出を行うことが望ましいが例えばサイコロで無作為抽出を行う場合すでに出たデメが再び出る可能性を原理的に排除できないなど 被復元抽出を行うのが難しい場合がある。また、母集団が非常に大きく、抽出される要素数が非常に少ない場合、同じ人が何度も繰り返して抽出される可能性は非常に小さいので無視されることがあり、復元抽出がしばしば使われる。統計調査として行われる標本調査における無作為抽出とは、ある調査対象の全体から、 調査対象となる標本を無作為に抽出する行為のことである。標本調査の基本となる手法である。統計調査には、標本調査のほかに、母集団の全数を調査する、全数調査があるが、母集団が大きかった場合は全数を調査すると、費用や手間なども大きくなるため、標本調査が行われる。無作為抽出を行えば、統計学の見地に照らし合わせて、 標本調査の結果から、母集団における平均値や比率などが推定できる。また、母集団からの無作為抽出は完全に確率的に現れると言えるので、同じく統計学の検知に照らし合わせて、母集団の推定値の誤差の大きさを見積もることができる。推測統計学を創始したとされる R.A. フィッシャーは、イギリスの農事試験所に14年間務め、 この時期に分散分析法を完成させた。差の有無などの検証にも、無作為抽出が理論的前提となった様々な手法が使われる。統計調査における無作為抽出の手法は、母集団のすべての要素を対象として、単純に無作為抽出を行う単純無作為抽出が最も基本的な方法だが、標本抽出枠が大きかった場合は、 費用や手間なども大きくなるため、人間が人力で標本調査を行う上で、単純無作為抽出法を使うのは難しい場合も多い。また、単純無作為抽出法では、隣り合った要素同士が選ばれたり、3個以上連続した要素が選ばれる可能性があるため、例えば市内の高校生の代表を何名か無作為抽出する場合、悪ばかりいる高校の生徒を、 連続してサンプリングしてしまう可能性があるなど、標本の精度が悪くなる恐れがある。そのため、単純無作為抽出法よりも、手間や費用が少なくなるような、あるいは、単純無作為抽出法よりも、標本の精度が高くなるような、様々な手法が存在する。主な方法としては、系統抽出法、総科抽出法、確率比例抽出法、多段抽出法などがある。 どのような方法をとっても、最終的にすべての要素で抽出される確率が同じなら、無作為抽出である。逆に言うと、たとえ自分では、無作為に抽出したつもりでも、最終的に、各要素、そう、クラスターごとで抽出される確率に、ばらつきがあれば、それは、無作為抽出ではない。現実的な調査では、いくつかの無作為抽出法を組み合わせたり、 無作為抽出による標本調査と全数調査を組み合わせて使われることも多い。統計調査における無作為抽出の前提として、まず母集団から無作為抽出するための標本抽出枠を用意する必要がある。いわば母集団を代表する要素が記述されたリストが用意されていないと、そこから無作為抽出を行うことができない。すでに用意されている場合もあり、 例えば学校では標本抽出枠としてクラスの名簿を使うことができる。日本の世論調査では標本抽出枠として自治体が制作した住民基本台帳などが用いられるがもし標本抽出枠がない場合は母集団の要素を自力でリストアップする。現代ではコンピューターで電話番号の標本抽出枠を生成する RDD 法など様々な方法が 実用化されている。標本抽出枠から要素を無作為に抽出するには、まず標本抽出枠のすべての要素に通し番号を振り、そこから抽出する番号を乱数で決める必要がある。乱数の生成方法は、昔は乱数表や乱数差異などが使われた時代もあったが、現代では普通コンピューターの疑似乱数が使われる。 12人の生徒の中から4人を単純に、無作為にサンプリングする、単純無作為抽出法のイメージ単純。無作為抽出とは、母集団のすべての要素を対象として、無作為抽出する方法である。無作為抽出の最も基本的な方法で、最も単純な方法である。単純無作為抽出法以外では、標本抽出枠に何らかの規則性がないかとか、 全校生徒の男子と女子の比率などの様々な情報が必要になるのとは違い、単純無作為抽出法は抽出枠の情報さえあれば行うことができ、抽出枠の大きさが小さい場合はこの手法を使うのが最も楽である。しかし、抽出枠が大きい場合は非常に手間と時間がかかるので、総加や多段抽出を行った方が楽である。系統抽出とは違い、 隣り合った要素同士が選ばれたり3個以上連続した要素が選ばれる可能性がある。住民の意識調査などでは同じ世帯の人は同じ意見を持つ可能性が高いので同じ世帯から複数の人が抽出される可能性があることはデメリットになる。ただし抽出枠が非常に大きい場合は隣り合った要素同士が選ばれる可能性はほとんどないので あまり気にされない。先頭から二人目を開始点として三人飛ばしにサンプリングする系統抽出法のイメージ抽出枠の先頭から M 番目の要素を開始点としてそこから N つ飛ばしに要素をそれぞれサンプリングする方法。要素を等間隔に抽出するので等間隔抽出法とも言う。まず抽出単位の総数を抽出数で割って 抽出間隔を求める。例えば12人の生徒の中から4人の掃除当番を選ぶ場合、12を読んで割った答えは3であるから、3人ごとに抽出を行えばよい。その後、先頭の3人の中から、開始点を無作為に決める。この時に選んだ乱数を、スタート乱数という。スタート乱数を、作為的に選んだ場合は、無作為抽出にならないが、 スタート乱数を無作為に選んだ場合、すべての要素が同じ確率で選ばれる無作為抽出となる。抽出単位の総数を抽出数で割った際に余りが出る場合、例えば13人の生徒の中から4人の掃除当番を選ぶ場合、上記の方法でサンプリングを行い、3人ごとに抽出を行っていって4人が選出された時点でサンプリングを終了したとすると、 出席番号13のやつが抽出枠から外れることになって不公平である。この場合、13人目以降もいるという体で、さらにもう一回同様のサンプリングを続けて試行することで、すべての生徒が同じ確率でサンプリングされる無作為抽出となる。もう一回サンプリングを試行した結果、もし出席番号13のやつが5人目の、 掃除当番としてサンプリングされてしまった場合、5人の中からさらに抽選を行って4名を抽出すると良い。隣り合った要素がサンプリングされることがないのが特徴。また、N 番目を系統的に選出するだけなので、乱数発生器が使えない場合、つまりコンピュータが使えない状況でも人力で行うことができる。 例えば1200人の全校生徒の中から400人の掃除登番を選ぶ際、系統抽出法を使うとするなら、1から3まで書かれたルーレットを自作して1回回してスタート乱数を決めるだけで、あとは掃除登番の人がシステマティックに選出される。無作為性は低くなるが簡易な乱数生成器を使ってスタート乱数を決めた場合、生徒の数にかかわらず一瞬で、 掃除当番の人が決まるのも大きなメリットである。もし単純無作為抽出法を使うとするなら、1から1200まで書かれたルーレットを自作して400回回す必要があり、現実的ではない。3の倍数の時にアホが並んでいる名簿から3つ、飛ばしにサンプリングする場合など、標本抽出枠に何らかの規則性がある場合、無作為抽出にならない欠点がある。 母集団をあらかじめいくつかのグループに分け、それぞれのグループで単純無作為抽出を行う、総加と呼ばれる手法を用いる。例えば世論調査では、都道府県別、自治体別などに分けてサンプリングする、総加抽出法が行われている。母集団の要素数が約1億2000万のデータを抽出枠として使って、単純無作為抽出するよりも、総価した方が楽だし、 都道府県別の世論も見られるメリットがある。ただし、携帯電話の RDD 方式の世論調査だと、市外局番が使えないので、コンピュータで制作した数億の抽出枠から、機械の力で単純無作為抽出せざるを得ない。このように、抽出枠の情報に加えて、総価を行うための情報がないと、母集団を総化できないでメリットがある。 各層で分布が大きく異なる場合に効果を発揮する。例えば、東京都から鳥取県まで人口比が著しく異なる都道府県からなる日本列島からまんべんなく人間を無作為抽出する場合に単純無作為抽出だと人口が少なくてサンプリングされない地方民が出る場合があるが都道府県ごとに総加するとそういうことがない。 都道府県別に分けてサンプリングしても、すべての日本国民でサンプリングされる確率が同じなら、無作為抽出である。詳しく言うと、比例配分法と最適配分法がある。比例配分法12人の生徒を男子、女子、どちらでもないで分け、それぞれの比率に合わせて最適な数をサンプリングする、比例配分法のイメージ総加抽出法の一種で、 各層の大きさに比例させて、標本数を配分する。例えば学校では、全校生徒から単純無作為抽出するよりも、男子と女子の比率に合わせて、サンプルを揃えた方が都合が良い場合、男子と女子という層の大きさに合わせて、標本数を決める。男子と女子で別々にサンプリングしても、男子と女子でサンプリングされる確率が同じならば、無作為抽出である。 あらかじめ全数調査するなどして、各層の比率が分かっていないと行えないという欠点がある。最適配分放送加抽出法の一種で、各層の大きさに合わせて、最適な標本数を配分する。ネーマン・ピアソン理論の確立者の一人でもあるエジネーマンが考え出したので、ネーマン配分法とも言う。例えば、企業の生産口を見るとき、一定規模以上の大企業は、 全数調査し、一定規模以下の中小企業は単純、無作為抽出によるサンプリング調査をして全体を推定するという形で各層に最適なサンプリング数を配分する。12人の生徒を2人ずつ6つのクラスターに分け、そこから2つのクラスターをサンプリングするクラスター抽出法のイメージ母集団をいくつかのクラスターに分け、 その中からいくつかのクラスターを無作為抽出し、それを全数調査する。例えば、市内の高校生を高校ごとに分け、その中から3つの高校を無作為抽出し、その高校に通う高校生を全数調査する。この例では、市内のすべての高校生において選ばれる可能性が同じであるため、無作為抽出である。 高校生の代表として割るばかりいる高校の生徒を大量にサンプリングしてしまう可能性もあるなど、単純無作為抽出法などよりも代表性が低くなってしまうという欠点がある。しかし市内のすべての高校に行って調査しなくていいのは楽であり利点である。母集団をいくつかのグループに分け、そこからランダムにグループを抽出する。抽出されたグループの中からさらにランダムにグループを 抽出という作業を何度か繰り返し、何段階かに分けてサンプルを抽出する方法。例えば、全国の高校生から500人をサンプリングする場合、全国の都道府県の中から10の都道府県を無作為抽出する。抽出された都道府県ごとに10の高校を無作為抽出する。抽出された高校ごとに5人を無作為抽出するという形である。つまり、 単純無作為方式を階層化して実行する。全国のすべての高校生において選ばれる可能性が同じであるため、無作為抽出である。クラスター抽出法と同じく、単純無作為抽出法などよりも代表性が低くなってしまうという欠点がある。標本調査における標本抽出の方法としては、無作為抽出の他に有意抽出がある。 母集団を代表する標本を無作為に抽出したものを無作為抽出と呼ぶのに対して母集団を代表する標本を優位に抽出したものを優位抽出と呼ぶ。標本調査は全数調査とのズレが発生することが必ず避けられないが無作為抽出法を用いた標本調査において発生する誤差の範囲が 確率論に基づいて統計学的に計算できるのに、対し有意抽出法を用いた標本調査において発生する誤差の範囲は確率論的に計算することができず不明となる。インターネットのモニターによる市場調査を例にすると、インターネットによる自発記入のアンケートを用いて標本を集めるので非常に手軽にできるというメリットがある反面、 一インターネットを利用できる環境にある人にアンケートに関心を示した人のように、サンプル自体に偏りが生じる。サンプル自体に偏りがあるため、このモニター調査の結果が全数調査の結果とどの程度ずれているかの範囲は、統計学的に算出することができず、客観的に信頼性がおけるデータがゲットできないというのがデメリットである。このため、 例えば世論調査など、客観的な信頼性が重視される統計調査では、いくら手軽にできても有意抽出法は使われず、面倒な手順を踏んでも、必ず無作為抽出法が使われる。ありがとうございます。